息が良くなるから、だから違う、外したくない、違う延長の時いいんだ、いや違う、ただ知ってんだ、分かってない、ここからちょうどここら辺から、分かるんだけど、パパね、外したくない、外したくない、口固いからここで残ってほしいな、分かるんだけどさ、で長すぎたらダメだから、どうだよね、すげえ、この人目たち息がいいと、うん、息いいね、わー、生久々だな、パパ、うぃぃぃぃ、あれ今速攻イソメ落ちた気すんな、一匹これあるから生やんだ、本当もしないように、お、落ちてない、ナイスナイスナイス、うわ、すごい近いるね、しかもウグイもめっちゃいるじゃん、すげえな、まずはこの100均の改造したやつでいく、とりあえず左の竿一匹は磯目落ちたんで、おお、うぐいか、うぐいのすれか、よいしょうぐいちゃん、うぐいちゃん、もうそんなだったっけ、そうだよ、そんな辛いとき、うん、エビゾリになってる、足もずっとなってる、ひどい掛かり方してるぐいちゃん、ビビ面白いわぐいちゃんどうする、この一匹キープするか、さように、うん、いいね、オッケーだよ、しんや、そのリールで投げんのやダメ、まあ、それまで渋くされたら困るからやめて、しんや、やめてくれ、もうほら、リール入って こっちまで渋くされたらたまに、え、うん、竿そこの椅子にある、いやー、諦めてみたい、え絶対いるはいるんだよ、絶対、うわ、すごいいっぱいいるね、すごい多分ね、こいつこのやつを追ってきたりすると思うんだよね、ほらほら、ほら、たまに追ってくるし、追ってくるやつもいるんだよ、まあね、で、ほんといろんな人の後ろ一匹だけ気をつけてる、これ投げる瞬間、俺は気をつけてるんだけどさ、投げる瞬間刺さったらもうえぐいことになるから多分
肉避けると思う。シーン、キャストするとき、ほんと、後ろ見てからキャストだよ、シーン。どこにいるの？来たよ、陽介メタルバイブで。あ、よいしょ。金色っぽい。これ。いいか。同じぐらいだ。うぐいゲーム面白いね。面白いですね。石狩よりもちょっとでかい、うん、メタルバイブちゃんと食ってきたね。すげえ。食ってきたの。ほら、口に食ってきたよ。しかも自分の色のアレンジしたやつで。何センチこれ。何センチぐらいですかね。あれ高い人だね。いや、自分で選べる。あ、やばい、38、39、39。でかいな。あ、痛い。え、今ね、どうしようかなと思って。え、でっか。でかいな。こいつキープして最初の逃がすか。こいつはいらないっす。うん、なんかとりあえずうぐい餌にするにも2匹あればいいかなと思って。そう、うぐいはね、なんかもうちょい綺麗な海で、あのシャコタンとかでもし釣れたら持ち帰りたいんだけど、ちょっとね、うん、なんか食べたくないなって。いや、俺ガキの頃は川で釣ったやつ食ったことあるんだけど、うん、